40年間培ってきた技術、職人の技というものを次世代につなげていくためにデータ化し、標準化し、今 IT 化、IoT、AI というそれを駆使して短期間で若い世代に技術を伝承していく。その先に小ロット、中ロットを短納期でお客さんに届けることを作っていくことが一つ目です。25年前と今と比べたら、もちろん世の中もいろんなことがコンピューター化されたりとか、その辺 IT とか、いわゆるあるけれども、その時はやる仕事も決まってたし、何やるかっていうのも決まってたんだけど、標準化ってもらって、とりあえず当たり前で、あと仕組みができてたんで、逆に。2つ目は、私たちの精密部品、そちらを日本だけではなく、今、中国工場、また実習生を通して縁があったベトナムの国でも、日本の私たちの培ってきた精密技術を素早く現地で生産して必要とされるお客さんに届けることが2つ目です。一緒にこう一歩一歩進んでいく。旅行の会社働いても気持ちは一番大事と思います。まあ、仕事を通して人間力を養っているということはすごく大切な私たちの考え方です。まあ、人間力って何かなっていう部分で、当たり前のことをやっぱ大切にする、人としてやっぱ挨拶、感謝力、環境整備、いろんな項目がございますが、私たちは人の力、人間の可能性というのを、大切に、していきたいと思います。私の目線以外の他の誰を見ても分かるように、私の方もこう安心してこう日々仕事できるような環境というのを作りたいな、作っていけたらいいかなと思います。会長のすごい熱意があって、まあ、会社を、まあ、前が入って一緒にやって大きくしていきたいと、そういう思いがあって、まあ、いろいろ聞いてですね、まあ、そこで自分の心を動かされて、まあ、入るに至ったんですけどね。ものづくりを通して、まあ、こういう仕事、職場が加工業でここにいるっていう部分では、まあ、自分の僕の、使命の一つかな、それを広げていくっていうのは、そうも感じてるし、そこで出会った、人たちが仕事を通して喜びを感じたりとか、幸せを感じたりとか、よく言うのはヒーロー、ヒロインとして人生歩んでいってもらいたいと思うのがすごく持ってるので、そういう輪を広げていきたいなと思いますね。